ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLE53 2021年式6600キロ、こちらの車両になります。小島さん、最初にいいですか。はい。 GLE が注目されなすぎてます、はい、そうですね。今回うちぐらいかな撮ってるのってぐらい少ないですよね。ちらほら、はい、動画は出てきました、紹介する動画、はいはい、中古車販売店さんの、はい、ただ読み物のレビューが、はい、僕が検索した限り、うん、ほぼ出てこない。そうですね。写真だけ見て、はいはい、提灯記事じゃないけど、なんか資料通りのことを書く記事はいくつか出てきたんですけど、はい、実際になんか試乗会に行ってきましたとか、はいはい、海外のなんかその発表会に行って乗ってきましたみたいのはなかったです。どうですかね、みんなあんまり興味ないですかね。63はまあまあ注目されるじゃないですか、けどやっぱりその下の4353で少しこうやっぱり影に隠れた存在になるのかなっていう気はまあしなくはないかな。ただ僕いつも言ってるんですけど、トップレンジの1個下ってめちゃくちゃいいんですよ。尖ってこそないですけど、装備充実してるし結構いいじゃないですか。乗り味的にも尖りすぎてないし、なんで結構ハマる車かなと。というわけで今回 GLE53 を改めてこうスポット当てて、そうね、辛口辛口いや辛口では正直レビューでもないお届けしたいと思います。でまず GLE53 最初のポイントとしては7人乗り、はい、これ結構でかいと思うんですよ。そうですね、はい、このクラスでも普通に5人乗りしかありませんよとかっていう車結構あるじゃないですか、はいはい、GLE に関しては日本仕様7人しかないんですよね、はい、ないですね、はい、これ多分メルセデスジャパンがもうそうしてるんですよね、はいはい、というわけで結構このサイズが欲しくって、うん、7人乗りが欲しいよっていう方には結構ハマるところなのかなと、うん、そしてもう一つは、はい、オプションがほぼない。もともとベースがもう充実しすぎてしまっているのでってことですよね、はい、これも多分メルセデスジャパンですよね、はい、本国結構設定があったりしても、はい、もう日本仕様は MG 特にフル装備みたいな感じが一般的なんで、はい、オプションがもうカーボンパーツ、あとサンルーフ、はい、あとアルミホイルぐらい、はい、それぐらいですよね、大きなものとしては。そうですね、53に限ってはそうですね、はい、差はあんまりないのかなと、はい、中古車市場いっぱいあったとしても、はい、というわけで今回欲しい装備のサンルーフもしっかりついてるということで、はい、まあ、この辺かなりいい答えになってくるじゃないか、はい、しかも距離薄ですから。距離薄ですね、はい、そしてさらに今回はなんといじりものということで、はいはい、外装から見ていきたいんですけども、はい、なんとリップスポイラーがついております、はい、そしてこのリップスポイラー一番最初はロシアですよね。そうですね、はい、のチューニングメーカーチューナーラルーテのカーボンのリップスポイラーがついてると、はい、情勢もあるんで、本社がもともとロシアだったんですけど、その直後にドイツに本社を移して、今ドイツチューナーとしてやってるブランドですね、はいはい、で僕は本社も行ってきましたけど、物めちゃくちゃいいんですよ。物もめちゃくちゃいいですけど金額もめちゃくちゃいい、ね、めちゃくちゃいいです金額も見てびっくりしましたよ、はい、本当にリップ2パターン出てるんですけど、はい、こっち高い方なんで高い方です、はい、気になる方はホームページ見ていただきたいんですけど、はい、びっくりプライスです。びっくりプライスですね。ただ物がいいのとちゃんとドライカーボンなんで、はい、その辺間違いないかなと、おすすめできる、はい、そしてですねラルーって結構他のチューナーが網羅してない車種をこう探してわざわざこうラインナップしてるらしいんで、メジャーのチューナーにこのパーツないんだよななんていうのがあれば覗いてもらうと結構面白い車があったりするんじゃないかなと。で SNS の戦略となんかもかなりうまくて、今ヨーロッパとかアメリカでもめちゃくちゃ売れてるみたいですよ。あ、そうなんですね。あんま日本だとまだそこまで、そうですね、そんなにこう知名度はまだまだ値段が高いから、まあ、それもあるかもしれないですね、そうですね、はい、ただスタイリングも結構こう迫力が出るんで、はい、まあ、かなりいい感じじゃないかな、はい、だと今回は当社のカスタマイズではないんですけど少しカスタマイズもしてある、はい、お客様自体はうちで何台かお車を買っていただいているお客様からの買い取りの方になるんですけど、今回は新車で買われた車をそのままドレスアップをしてっていう形にはなりますね。なるほど、はい、というわけでこの辺乗ってあるんですよね、はい、この辺とかあと他の下側のこの辺とかも多分乗ってありますよね、乗ってあります。というわけで全体的にブラックアウトされてる、はい、こんな感じのエクステリアになってると、はい、でそもそも53がこの AMG のスタイリングパッケージ、はい、しかも53専用のものが標準装備ということで、まあ、63とはまたちょっと違いますけど、はい、迫力のデザインになってると、はい、あとヘッドライトなんかももう一番いいのがついてますから、はい、アダプティブハイビーム、はい、こちらのヘッドライトも標準でついてると。これ 300D だけオプションみたいですね。そうですね、はいはい、というわけでこんな感じになっております。そして横に回っていくと足元の方が63と同じサイズになるオプションの22インチホイール、はい、
標準21でしたっけ。そうですね、標準21です、ね、はい、こちらが装着されていると、はい、じゃあ今回ほぼフルオプションじゃないですか。フルオプションでした、はい、数少ないオプションですけど、はい、というわけでこちらが装着されていると、はい、そして組み合わせるタイヤの方が、はいはい、275/40/22 ピレリ、はいはい、こちらと組み合わせてあります。であとキャリパーに関しては片押しですけど、はい、この AMG ロゴ入りのこちらのキャリパーになると、はい、一応ホイールのフェイントもヒマラヤグレー、塗ってんの、あ、これ塗ってんすか。塗ってます、はい、ホイールもなんとこれ標準のカラーじゃなかったということで、はいはい、これは元色は分かんないですよね。元色ちょっと分かんないです。お客さんに聞いたら塗ったって言ってたんで。あ、そうなんですか、はい、じゃあこれ設定ない色になってると、はい、絶妙っすね。絶妙ですね。前オーナー様としてはしてやったりって感じでしょ、はい、そうですね多分、はい、はい、というわけでかなり絶妙な色合いで綺麗にペイントされているこちらのもうオリジナルカラーですよね多分、はいはい、こちらになってると。そして気になるサスペンションの方は AMG ライドコントロールということで乗り味に関してはこれ乗ってみたいと思います、はい、おそらくですけど6山ほど硬くないんじゃないかな。そうですね、まあ、そこはちょっとレビューしていただきながら、はいはい、硬くないんじゃないかな（希望）ということで希望ね、希望ね、はい、というわけでこんな感じになっていると、はい、であとはサイドでっかいこのステップもついたりして、はい、この辺のクラスってステップついてるのとついてないの分かれるじゃないですか、はい、でまあ、そんなにこう高くはないですけど、うん、まあ、あればあったで使いやすいのかな。そうですね、はい、そしてあとは今回バイザーついてるんですよね、はい、バイザー触れるの、はい、バイザー触れるの、バイザー結構重要じゃないですか。バイザー好みありますよね、はいはい、僕ない派です。私もない派ですね。でもまあこれは本当好みだと思うんで、はい、でも絶対ついててほしい人もやっぱり一定数いらっしゃるじゃないですか、はい、いらっしゃいますね、はい、あのタバコ吸われる方とか、うん、あと換気したい方とか、うん、はい、僕初めてバイザー触れたんだと思いましたよ、はい、あのカスタマイズの車は絶対触れます、はい、僕、はい、あ、そうですか、はい、というわけでバイザーもついてると、はい、あとリアに行くとリアも同様に22インチ、ブレーキも片押しの、これリアブレーキはペイントしてないですもんね。してないですね、はい、こちらのタイプになると。あと GLE といえば今回ご紹介しているこちらの SUV のタイプとクーペのタイプ、はいはい、これ小島さん的にはどうですか。どうですか、好みですか。好み、まあ、デザインはやっぱりクーペの方がいいかもしれないんですけど、じゃあ使い勝手だったり、まあ、家族で使うとか後ろの席を重視するんだったら価格帯も考えてクーペじゃなくてもいいのかなと思います、ね、あ、なるほど。クーペの方がやっぱ高いじゃないですか。あ、値段やっぱりそういう感じなんですね。高いですね、はい、というわけでじゃあ気になるその辺の室内の方はこの後見てみたいと思います、はい、さあ続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもこんな感じで、はい、やっぱりこの辺の迫力がクーペと違って結構あるなと、はいはい、そしてマフラーの方が AMG エキゾースト、はい、標準装備ということで、はい、これ最初から黒にしゃべっている。ここは黒ですね、はい、というわけで、はい、63だとスポーツエキゾーストなんですね。そうですね、スポーツですね。 AMG エキゾースト、これバルブついてるやつですよね、はい、バルブついてます。というわけでバルブ付きのこちらのマフラーが標準になってて、そしてトランクチェックしたいと思います。 あとここ霜取り、はい、同色。え、あ、そっか、そこ、ここはもうなんか本当にしてやったりですね多分前オーナーさん。そうですね、はい、あの絶妙なペイントカスタマイズ、はい、だこういうのってこうやってんな感出さないの大事だと思うんですよ。まあ、大事だと思いますし、でもこれ実際本当にベースのやつと比べると、はい、まあ、黒は分かんないですけどホワイトなんかもやっぱり全然色変わってきますし。なるほどなるほど、はい、黒でもやっぱり並んだ時になんか高級感あるなとか、はい、ちょっと引き締まって見えるなっていう部分だと思いますんで、はい、しっかりこの辺もやってあると。ここいや絞取りなんで。なるほど、はい、高級感ありますね。ありますあります。これはちょっとね、してやったりポイントかもしれないです、ね、まあ、これも後からやろうと思うとちょっと時間と費用かかりますから。かかりますからね、はい、この辺中もしっかりやってある車両になります、はい、そして気になるトランク見てみたいと思います。当然足で開けるのがついてるということで、はい、パーテールゲート、そして7人乗りなんでせっかくなんで起こしてみました。あ、起こしてきたな、はい、起こしてきた、ね、起こすと7人乗りだと結構このシートがあるんでトランク狭くなる。これを寝かせるの、これこうやるんですか。ここですね、グイッと、はい、倒していただけると、はい、こうするとだいぶトランク広いっすね。そうですね、ゴルフバッグいけますよね。じゃあ行きましょう、チェックしたいと思います。でも通常やっぱり皆さん7人乗るっていうのはこのサイズ感で使っていただくのが多いんじゃないですかね、うんうん、あ、じゃあもうクラブ刺してカバーつけても全然余裕でいける感じ、はい、立てちゃうとちょっときついですね。そうですね、はい、斜めとかだったら横もちょっときついですね。きついですね、斜め2段4人で行くのはちょっときついのかな。そうですね、うん、ただまあ十分このクラスで言ったら十分な広さがあるのかなと、ね、はい、こんな感じのトランクになったと。そしてこっち側、はい、で2列目を倒したり起こしたりもできるということで、はい、できます、はい、
きました、はい、というわけで電動で2列目を格納することもできる、倒すこともできると。これ倒すとめちゃくちゃ広いっすね。広いですね。これ寝れるんじゃないですか。寝れる寝てみます。いや寝ないです、はいはい、というわけでこれ戻すのもできるんですよね。できます。はい、この辺も電動でついてると。何でしょうこの安心感。うん、僕はあとで、まあ、これ動かせるっていうのはそのリアシートに可動域があるのでリアシート乗る方のバリエーションはちょっと若干やっぱり本当リアシートちょっと動くだけでも全然スペース違うじゃないですか。スライドするだけでも全然違いますよね。7人乗りよりも僕はその2列目の重視があるんじゃないかなと思います、ね、あなるほど、はい、というわけでこんな感じのトランクになってます。そしてこの下はあトノカバーが閉まってある感じですね。トノカバーですね。はい、というわけであのシートがある関係でこの下はないんですけどないです、ね、まあ、十分な広さがあるんで使いやすいかなと、はい、こんな感じのトランクになっております。続いて内装を見てみたいと思います。っていうかドアの閉まりめっちゃいいっすね。剛性感めちゃくちゃある。そして内装かっこいいっすね。これそうですね、色のバランスがいいですよね。あの色の正式名称は分かんないんですけども、はい、ちょっとあのコーヒーみたいなちゃんと調べます。はい、あの入れときますテロップで、はいはい、この焦げ茶とこの黒のコンビの内装、はい、これナッパレザーですよね、はい、ケバケバのところがレザーアルティコ、はいはい、こちらのコンビのシートになってると。えこれいいっすね。いいですよね。だからやっぱりそのなんて真っ黒じゃなくて良くないですか。まあ、真っ黒も真っ黒でいいんですけどちょっとつまんないというか、はい、華やかさないじゃないですか。ちょっとアクセントがあっていいと思います。かといってあの明るい色にしすぎちゃうと、うん、ちょっと奇抜な感じになっちゃいますけど、うん、なんかこの渋い感じで落ち着いた感じですよね。はい、こんな感じになってると。そしてダッシュのこのパネル類はカーボンなんですね、はい、珍しくこのグロスのカーボン、はい、はい、で、あとはその他のオプションですよね。あ、そっか、カーボンインテリアパッケージなんで。え、じゃあ今回本当にフルオプションじゃないですか。入ってます、はい、そしてこういった各部コントラストのステッチになってるということで、あのそんなにこうめちゃくちゃ目を引く感じじゃないですけど、うん、本当にさりげない感じで非常にまとまってるこんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。ちゃんとスカフプレートも AMG、はい、そしてブルメスターも標準装備。これあの 3D サラウンドはオプションなんですよね。 3D サラウンドはそうですよ。そうですよね。ですけど63にしかなかったと思います。63オプションだけでしたっけ。63オプションですね。というわけで漏れなく、まあ、標準の方のブルメスターですけどこの13スピーカーのやつもついてくると。そして結構高いっす。でステップあればどうですか。ステップちょっと絶妙です。ステップを使うほどでもないのかな。ステップをやると逆にちょっと上に上がるからそうなんですよね。ちょっと絶妙な高さ乗りづらいかもしれない、ね、はい、お子さんはいいかもしれない、ね、そうですね、はい、そして乗り込むとあシートだいぶいいっすね。ゆったりクラスってシートに出ますよね、うん、そうね CES はい、はいはい、C より全然あの圧倒的にゆったり感、ゆったり感あります。そしてランバーサポートだけはシートのこっちについてると、はい、であと他の調整に関してはおなじみのドアについてるタイプ、はい、そしてシートはあのホールド感はあんまりないです。サイドサポートも柔らかいし立ち上がりも割となだらかなんで乗り降りもしやすいし、うん、はい、だいぶいい感じです。そしてステアリングはこちら AMG パフォーマンスステア、これ63とほぼ一緒ですよね、はいはい、ここだけこのケバケバの生地、そしてこっち上下のやつでこれ後期になるとトンボステアになるんですよね。そうです。で、あっちってなんかこの触り心地がちょっと違うじゃないですか。ちょっとだからそのトンボのところって結構こう選びづらいよねあれね。ですよね。慣れるのがちょっとねあれ。なんでスタイリングはともかくとして、うん、あの使い勝手は絶対こっちの方がまだいいんじゃないかなっていう気はします、うん、こちらのステアリングになって。当然パドルもついててその他も、まあ、他のベンツと共通ですからね、うん、この辺は使い勝手いいんじゃないかと。であと気になるこのメーター 12.3 インチ ×2 というわけでこの AMG のロゴが出てくるディスプレイとこちらのメーターちょっとかけちゃっていいですか。どうする。あ、かっこいい、はい、クランキングの音がないのはそれね、でもエンジンかけるたびにね土を思い出すんだよね。これ攻撃なこれ絶対言われるなっつってただこう繋がってるんで実際のその 12.3 インチよりかもやっぱりこう大きく見えます、はい、こんな感じのメーター。視認性めちゃくちゃいいっすね。いいですね、はい、でヘッドアップディスプレイもついてるんですよね。これ毎回映んないんですけどこんな感じ、はいはい、そしてあとこの辺エアコンの吹き出しも大胆に4つ大きいものが並んでるタイプ、はい、そしてここエアコン、はい、
はい、この辺も全部出てるのいいっすね。そうですね、はい、で一応そうなんですよ、保冷法も標準良くないですか。あ、これね、はい、こっち、あ、置くだけ充電もついてる、置くだけ充電もついてるし、はい、保冷法もついてると、え、めちゃくちゃいいっすね、うん、いいですよね。そしてこの辺がおなじみ、この辺飛ばしちゃいますね、おなじみの、まあ、おなじみのね、はいはい、操作パッドと、はい、あとこの辺がエアサツの調整だったり、はい、足回りだったりその辺の調整関係、はい、そしてあ、これ真ん中から開くタイプなんですね、うん、しかも結構深い、はい、こんな感じになっております。ここは USB のタイプ C が1個ついてると、はいはい、あ、でこっちにも USB がついてると、はい、充電も困らないと、はいはい、ただ小島さんこれ後ろでもちょっともう一回言おうかと思ってるんですけど、はい、一言物申してよろしいでしょうか。どうぞ。あのデュアルゾーン、うん、後ろエアコンの調節ついてないんですよ。リアね、はいはい、ちょっと後ろで、はい、再確認したいと思います。そうですね、はい、でこの辺のインターフェース系もあれですよね、一緒ですよね。はい、同じです。あ、タッチ、タッチはもう普通だよ。でも最近ようやくマイチェンしてタッチになる車も多いじゃないですか、うんうん、だってゲレンデなんか最近ですよ、うん、まあね、ようやくっすよ、うん、2024年になってようやくタッチになったんですよ。そう考えると GLE っていいタイミングっすよね。いいタイミングだと、はい、うん、だこの辺のインターフェース系新しいし、うんうん、はい、というわけでこんな感じのダッシュ周りになっております。そして足元はもうベンツこの辺申し分ないんで、うん、ちょっとサクサクっといきますけど、うん、もう全然申し分ないです。そして天井関係は、あ、今回レーダー探知機もついてます、うん、そして黒のファブリック、ファブリック、天井もファブリック、はい、でバイザーこのビニールのタイプ、あ、はい、2枚ついてる、最高はい、2枚ついてます、まはい、バイザーフェチはね、バイザーフェチ土屋としては、はい、そして今回デジタルインナーミラーもついてるんですか。これ純正のタイプだと思いますけど、はい、あの後付けだと思います。あ、そうなんですか、はい、なるほど、こちらがついてると、はい、この辺の使い勝手に関してはちょっと市場で確認したいと思います、うん、あとドライブレコーダー一体になってるんですかね。一体型ですね、はいはい、というわけでこんな感じ。そしてあとは肝心のサンルーフ、うん、パノラマルーフです。でかすぎないですか。そうですね、これあるとない、全然違います、絶対違います、全然違うですよね、うん、後部座席はもう全く違いますね。だからもうスタイリングもそうだし、後ろのこの本当に開放感だから、サンルーフ別に俺選んだことないやっていう人も一回ちょっと確認してほしいですよね。家族で乗るにはすごいいい、確かに開放感、まあもともと車狭くないんで、まあそんなにこう窮屈な感じしないですけど、これついてるだけでめちゃくちゃ開放感ありますね。そして開くのは開きます、結構この辺で止まるやつもあるじゃないですか、うん、この辺ですね、あ、ここまでなんですね、はい、そうすると20センチ、30センチぐらいですかね、はい、開くこんな感じなんで、車内がめちゃくちゃ明るいです、うん、こんな感じのインテリアになっております。続いて後席も見てみたいと思います。後席はもう小島店長が乗り込んでおりますが、あの先ほど僕も座らせていただいたんですけど、はい、広さもう12分です。12分ですね。あのちょっと腰が沈むような感じのシートですよね。腰がちょっとこう沈んでる感じで、さっきの言った一応この可動域っていうのがどのぐらいですかね、10センチぐらい、こんなに下がるんですよ、ほら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 、あ、結構下がるですね、10センチぐらい下がるですか、こんなか、こんなあるんですよって、膝2つだ、ここってもうクラスでもう超えられない壁じゃないですか。超えられないですし、はい、先日お客様と GLE で話したことあるんです、その方 X5 乗ってるんですよ、はい、全然広いって言ってました、こっちの方が、なるほど、うん、同じこう車格の車でも、はい、車格の車でもちょっとしたその作りの違いとかで、うん、作りの違いと、あと多分この可動域だと思うんだよね。ああ、なるほど。実際この幅見てもこんだけ可動域があるわけですよ、はい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 、だから子供がいる時はやっぱり広いと落ち着かなかったりする時は前にやってもいいと思いますし、もう大人がねやる時には可動域これやって、あとはシートのリクライニング、なるほど、わずかですけどリクライニングすると、いや、するしないだと全然違いますよ。確かに、もうあと何度かでいいんだけどちょっと倒れてほしいなっていう時ありますよね。そういうところで、はい、この後部座席はいいっすよ。やっぱりでもこのクラスってもともと ML じゃないですか、はい、そこからやっぱりその積み上げてきた技術とかその空間とかデータとか絶対あると思うんで、なるほど、そのツッチーの後で多分モノモースエアコンは置いといて、はいはい、空間とかシートとかよくできてる、うん、いいと思います、すごい。天井のクリアランスももう申し分ないですよね。申し分ないですし、まあ、先ほど言ったあのよく前毎回言いますけど、このクーペと違うこの視界の広さ、はい、いいと思いますし、じゃあ一緒にウィンドウチェックを、まね、最近初めてウィンドウチェックどうですか。そうなんですよ、全部開くんですよ、全部開くんですよ、いいっすよね。
ここ全部開くことはどうか僕は分かんないですけど、いやいや開いた方がいいじゃないですか。まあまあね、はい、ここら辺泊まるよりかはね、はい、うん、そして装備的なものはシートヒーターが、はい、シートヒーターがついてます。3段階、はいはい、ついてる、ついてますね、はい。後ろ充電とかあるんですか。後ろここに USB が、なるほど、2ケートありますね。でエアコンの操作だけがないんですよね。そう、ここだけ。なんでこれないんですかね。そこは何とも言えないね。もともとないんですかね、本国も。ない、でもここの空間があるから。あ、でもどうなのかな、まあ、ここに関してはもう必要な人必要ない人全然分かれちゃうと思うんですけど、うん、うちなんか結構その暑がりの男性陣が前乗って、うん、うちの奥さんとか寒がりの女性陣は、うん、後ろ乗るんで、うん、結構前後でエアコンを開けられたらいいなとか思ったりするんですけど、うん、というわけでこんな感じのリアシートになっております、はい、続いて3列目のシートを確認したいと思います、はい、一応サードシートを動かすのはここのボタンですね。ここを押していただくと動きます。電動なんですね。電動です。でもねこれはね乗りづらいかな。緊急用っすよね。だから緊急用ですよ。日常的に使うシートではやっぱりないんじゃないかなっていう気はします。はい、じゃあちょっと乗りましょうか。でもう僕は無理なの確定してますんで小島店長が乗り込みたいと思うんですけど、はい、そこも目いっぱい倒してそこっすもんね。そのクリアランスっすもんね。そうでこれギャグになっちゃうよ。あ、でもこれ本当シート戻すとここまで上げれば、はい、まあで割と細身の小島店長がその窮屈さだと僕やっぱり無理っすよ。だ7人乗りっていう感じはどうなのかな。まあよく小さい子供お子さんとか後ろで横になって寝たいなってあるじゃないですか。そのシチュエーションだったらここでこう横になって寝る、はいはい、子供にとってみたらこの空間っていうのはやっぱり好きになるかもしれないけど、真ん中にドリンクホルダーあるからちょっとあれですね。本当にちっちゃい子っすよね。ちっちゃい子ここにこうなんかやって横に寝かす、はい、でも結構狭いところは好きな子供用ですね、うん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 、子供部屋小学校低学年ぐらいまで、そうね中4年生か、そうっすね、そのぐらいまでかな。うちの子供でかいんで多分4年生ですけど無理ですね。あシート硬いね。でもね、そうですね。その辺の3列シートもかなりしっかりしてるし、だからあの某メーカーでちょっと付け足しましたみたいな感じではそうではないですね。ないしっかり、はい、それはしっかり作られてると思います。で先ほど小島店長言ってましたけど、うん、しっかり作るんだったらちょっとこの、はい、コンビのシートも3列目まで、はい、だからここはもう本当にあれじゃないの黒一色になっちゃうんですね3列目はさすがに、うん、はい、というわけで1列目2列目とはやっぱり少し差別を感じますけど、うん、はい、そうね、まあ、一応使えるシートになってる、はい、こんな3列目になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2996cc 直6ターボ、はい、これ数々の4353に積まれている、うん、もう個人的にはですよ、はい、名機だと思ってますそうね、はい、おなじみですね、はい、で馬力の方が430馬力トルクの方が520ニュートンということで、あのただの直6ターボじゃなくて、うん、これ ISG、はい、こちらと組み合わせて、それ単体だと21馬力250ニュートン出てるってことなんですけど、はい、エンジンとミッションの間に大きいモーターがついてるんですよね、うん、でそれでエンジンかけたりとか、はい、かかってる時はそれで電気回収したりとか、はい、まあ、発電機として使ったりとかっていう、これ日本が誇る三菱電機製の 48V マイルドハイブリッド、はいはいはい、こちらと組み合わせてると、はい、でこれすごいのが直6じゃないですか、はい、で直6って一旦こう積まれることなくなった時代があったじゃないですか、はいはいはい、でやっぱり V 型にシェアを取られて、はい、で V 型ってここの寸法がこう短くて済むから V 型が重宝されたらしいんですけど、久しぶりの直六復活だったんですよね、はい、これ出た時、はいはい、っていうのもシリンダーとシリンダーの隙間がめっちゃ狭いらしいですよこのエンジン。そうなんですらしいです、うん、で一般的なエンジンで言ったら、うん、なんか5気筒分ぐらいのここの寸法で6気筒が収まってるらしいです、うん、だからもう技術がもうすごい進んで6気筒が詰めるようになりましたっていう。これ出た時ってすごい評判良かったですもんね。あ、そうなんですか。すごい良かったです。最初出たのは何だろう。多分あの昔の400とか350シリーズ。そうそうそう。CLS とかで出た時、はい、皆さん結構このエンジンいいねってみんな言ってましたよ。あのいろんな技術が詰め込まれてる、はいはい、でそのピストンとピストンのその壁の厚さわずか7ミリらしいですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。だからそこ詰めて、すごいね。その前のって18ミリぐらいあったらしいんですよ、うんうんうん、だから半分以下にすることによってもう全長が5気筒分ぐらいしかない、うん、
で普通に考えるとそんな薄くしちゃうと強度も保てないし、なんかこう膨張しとかした時に危険なんですけど、それはこのメルセデスの F1 から来てるナノスライドっていうシリンダーコーティングの技術で、なんかそのフリクションを少なくしたりとか熱を持たないようにしたりとか、いろんなそういうのでそれが実現してるらしいです。でもう一つポイントなのは、このエンジンベルトレスということで、ゴムのあのベルト使ってないらしいです。全部電動、エアコンも電動、はい、全部その他パーセだったりも全部電動ということで、まあ、かなり非常に優れたエンジン、ね、劣化がしない。そうですね、確かに劣化するパーツが全部電動ですから、ないないか、ね、かなりその辺の耐久性もある。そういうのを分かって乗るのって、まあ、言葉は違うかもしれないけど、こうなんかね、食べる美味しいラーメン の中身をすごい知って食べるのと、そうですね、そうですね、ちゃんとうんちくを聞いてから食べないと乗るのって全然違うと思うんで、はい、そのやっぱり技術を知って乗るのってやっぱ違いますよね。でちなみにパワーサポートの部分に関しては、タービンとあとこっちにコンプレッサー、電動のスーパーチャージャーもついているということで、割とこの技術の結晶の一つなのかな、はい、ただ音に関してはちょっと毎回ぐじぐじって申し訳ないですけど、ちょっと試乗で確認したいと。いやいや、そんだけ褒めておいてそこで落とす、はい、確認したいと思います。いやいや、それは好みです。あ、本当ですか、はいはい、というわけでこの後試乗もしてみたいと思います、はい、続いて動画類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。でかいっすね、やっぱり。何が？車サイズでね。サイズで運転してるとね、そんなにサイズ感を感じないんだよね。あ、本当ですか、うん、なんか乗り込むとやっぱり大きいなって、うん、あとはやっぱり室内が全然 GLC と比較にならないですね。中間グレードって、まあ、来る時もカメラマンと話したんですけど、うん、ハマる人にはちょうどいいじゃないですか、うんうん、ハマんない人には中途半端だよねってなるんですけど、うんうん、でもさ、やっぱりそのなんていうのかな、はい、AMG なんかもそうかもしれないんだけど、C の AMG ってやっぱりもちろんお金はかかってる部分はあるんだけど、はい、やっぱりこういう内装だったり装備だったりって分かります。やっぱり C じゃんっていうところも感じるところはあるんだけど、はいはい、そうですね、やっぱりこの GLE ってベースが GLE なんで、こう質感はやっぱり圧倒的に合ってるよねって感じはするよね。あ、ここだけにお金かかってるんじゃないなっていうのを感じは。そうですね、質感はやっぱり、うん、その車のポジションに依存します、うんうん、まあ、もちろん中にはその小さな高級車みたいなのあるかもしれないですけど、うん、あるけどね。でも基本的にメルセデス SEC で何が違いますかって言ったら質感が違うんですもん、うん、圧倒的にいいっすよりハンドル結構こんな軽いんでしたっけ。軽いですね、はい、めっちゃ軽い。だってそのパフォーマンスステアリングだってさ、C だったら絶対つかないけど、うん、53にもつくじゃない。確かに、うん、53めちゃくちゃ装備いいんですよ本当に、うん、これでね、ちょっと大きいですけどこういうところで、はい、ああ、なるほどね、全然。あ、フルサポート、うん、今時の車は全部ついてますね。ついてるからね、うん、だから装備に関しては本当申し分ないんですよ、うん、だからこの下に、うん、AMG じゃなくてガソリン車の400あるじゃないですか、うんうん、あれ買うんだったらいっそのこと53買っちゃった方が、うん、まあ、価格差200万か300万かあるんですけど、うん、
リセールとか装備よく考えたら、うん、なんか400になんかいろいろつけるぐらいだったら53買っちゃった方がいいんじゃないかな。うわ、すごいスムーズ。スムーズなんですよ、はい、ですげえ静かじゃないですか、うん、アイドリングストップします、はい、しないです、はい、ほら、うん、はい、めっちゃ静かなんですけど、うん、静かです。トトの音聞こえないですよ。だって聞こえないね、はい、テンテンテンって感じですよ。いいな。でも幅がな、結構あるんですよね。でも、はい、でもじゃない、だってここら辺のクラスみんなもう同じでしょ。まあ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 。欧州車は特にでっかいですからね、うん、今で今コンフォートに乗り出しましたけど、もうめちゃくちゃ高級車、うん、はい、少し足元のこのなんだろうな、ふわふわさというか、うん、はい、感じますけど、あと大きいタイヤが転がってるなっていう感じしますけど、うん、全体的にはすごいコンフォート、うん、でロードノイズもやっぱりこのタイヤなんで少ししますけど、うん、もうその辺もコンフォート、まあ、走ってる感があるぐらいですね。そうですね。じゃあちょっとスポーツにしましょうか。はい、早速スポーツ。こっちでもできるんですよね。そうそうそう、こっちでもできて、ここで個別にもできると、はいはい、このステアリング結構一つの完成形だと思うんです、うん、僕、はい、うん、そうね、分かりやすいしね。であと何年かしたら、いやトンボっすよって前方のなんか信じらんないですよと言っちゃうんです。古く感じちゃって、はい、っ時代を感じちゃってとかって、はい、すぐそういうことですよ、はい、すぐ忘れちゃうニワトリですね。いや、やっぱりでもそこはアップデートされていくものだなと思うんです。だから音に関してもさっきも言いましたけど、今の僕が感じるところとしては少し寂しいです、やっぱり、うんうん、で MG を名乗るんだったら、うん、もうちょっと迫力のサウンド欲しいなって思うんですけど、うん、まあ、それは63の仕事かな、うん、と思う、思います。一応でも年式的に耳、はい、あれなんですけど、はい、まあ、これあんまり気にされる方しない、ね、いないかもしれないんですけど、はい、この後から Apple CarPlay とか標準になってるんですよ。あー、なるほど。これは多分 Mi とかで買わないとダメなんですよね、はいはい、そういったところもまあ細かいところ結構あるので、いや、ゲレンデに比べれば、うん、ゲレンデようやくタッチパネルになったんですよようやく MBUX ついたんですよ、うん、中国まで見に行ってきましたよ僕は。そう、はい、うん、まあ、でもどうなんだろう、ここと競合する車種って何なんだろうな。 X5? X5 とかなんか、はい、でもやっぱり車で、まあ、デザインもそうだし、はい、流行りもそう、一周回って戻ってきて、やっぱり ML すごい流行ったじゃないですか、はいはいはい、戻ってくる、まあ、もうでも SUV って変わらず人気だもんな。まあそうっすね、うん、あ、結構車剛性あるっすね、うん、曲がったりしてこう段差越えたりしてもしっかりこう大きい箱がグワングワンってなってる感じ。僕たちみたいな感じだったら S の方が乗りやすいんじゃないかな。なんかさっきコンフォードだとなんかちょっとふわふわした感じしたけど、ああ、そんなのかな。もうちょっと走っていいですか、うん、で乗った感じはもう全然大きさは感じるっすけど取り回しづらさは感じないっす。なんとなく、まあ、見えるかって言ったら見えないっすけど、うん、なんとなく車体の感じは感じ取れます、うん、だから多分前が長すぎないとかそういうのもあるんでしょうね、うん、はい、あ、スポーツだと少し硬くなって排気も少し大きくなって、はい、ステアリングは少し重くなってるかな、はい、さっきのコンフォートで駐車場出る時の方が全然軽いですよ。でブレーキは全然効きます、うん、はい、片押しでごちゃごちゃ言ってすみませんでしたって感じです、はい、あー、いいいいいい。でもその、はい、この前お客さんと話したんですけど、はい、ナビ、はい、こっちの方がいいんじゃない説。どういうことですか。要は S とか今新しいのとこ縦じゃないですか。あー、はい、ここがさっきのハンドルの完成形じゃないけど、はい、車のナビの完成形じゃないかみたいな横が。でも結構メーカーによって縦になったり横になったりするよね。これ賛否あると思うんですけど、はい、でも進行方向に対して長い方が情報量は有益な情報としてはいい気がするんですけど、スマホとかもそうですけど、うんうん、目線がねどうなのかなって感じの、ね、あ、だいぶいいっすね。十分面白い。だいぶいい、だいぶいい、はあ、じゃあちょっとスポーツプラスにして。スポーツプラスにすると足回りがより硬くなる、はい、なるほど感じですね。あ、全然硬いっすね。ロールもあんまりしない、はい、あー、だいぶ硬いっす。こっちの方が馴染みある感じ。そうっすね、うん、そう考えると22インチこのコンフォートすごいっすね。すごいよね。めちゃくちゃいなしてくれるっす。そしたらこれじゃあ高速とか峠とか楽しいじゃないですか、うん、スポーツプラスとか。いや、だからもうこれでいいんだよな。
やっぱり郷さん最強説はちょっと再確認しました。はい、最強説やっぱり。だ音も全然 OK なんですけど、少し作ってる感があるんですよね、やっぱり郷さんって、直録。だその作らないで、なんかそのまま聴かせてくれたらいいのになって思っちゃう。直録って別に3リッター直録だったらそれなりのこう迫力のサウンド多分出せるんじゃないですか。でもやっぱりいろんな騒音規制とか、そういうので多分できないんだろうなっていう。いい車やっぱり、はあ、ちょっとスポーツプラスだとちょっと硬すぎますね、やっぱり街並みだと。街並み硬い。早い早いけど、助手席からしたら全然怖くない。安定の安定してる感じがすごいする。おーおーおおっていうの全くないし、はいはいはい、もう飛ばさないでみたいな。ない。でも今結構そこそこ、ね、踏んでましたよ、はい、でもね、はい、いやすごいすごいすごい万能ですね。いやいいっすよ小島さん、これはちょっと辛口じゃない感じだね。こういや全然辛口じゃないっすよ、うん、はい、ほら22インチすごいこれやっぱり、うん、で GLS みたいなあそこまでのふわふわさないですけど、うん、はい、よくできてんな。あえて言うならば、はい、どうでしょうかっていうリセールの問題がもしかしたらあるかもしれないですね。でもだいぶ残ってません？でも残ってるんで、下支えしてるんでそんなにないと思うんですけど、はい、でも正直、まあ、人気ありますかっていう、人気車種かって言われたら、うん、まあ決してそうでもない部分があるので、うん、でも逆にそれによって台数が少ないんで、うんうん、あんまりこう何ですか、台数増えすぎちゃって暴落みたいなのないですよね、うんうん、ないないない、そういうのないと思います。あとはちょっとね、今のこの時期左ハンドル超最強説があるんで、ああ本当にこれも一応選べたんですよね。選べた、この当時はもう今は選べないですけど。なるほど。なんでこんな左の高いんだろう。いや今その為替の影響でみんな出ていっちゃってるみたいですね。出てっちゃってるね、本当に。でまあ日本的な使い方、まあ都内だったら結構左でも困んないですけど、うん、まあ、日本的な使い方だったらやっぱり圧倒的に右の方が使いやすいのかなっていう感じはまだあるんで、まあ、この辺は好みでしょうか、うん、はい、だから今回カスタマイズもしてあるし、うん、はい、かなりお買い得じゃないかな、うん、あと思ったんですけど結構この辺探してる人って多いんですよね。そう、実際そのなんて言ってるのかな、GLE を探してるっていうよりかは使い方で探してることですね。そうそうそう、このぐらいの車格、うん、車格で、まあ、このぐらいの品質で、そうなんですよ。でまあご主人様も乗って、奥様もまあまあ乗って、はいはいはい、ちょっと GLS とかまで行くとでかすぎるから、ちょっと使い勝手、都内行った時とか奥様乗られた時どうかなって感じますけど、だこの辺とか X5 とかレンスポーとか、うん、結構探してる人多いですよね。そうそう、 AMG の一つのあれだとご近所さんいますからね、マフラーのと。ああなるほど、すごい。というわけで、まあ気にしてなかった人も一度気にしてみるのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、やっぱりこの辺のグレード、はい、車格、はい、動画撮りたいです。そうね、はい、でもやっぱりこのね、さっきも言った通り、その中身ってやっぱり僕たち知らないところですごい進化をしてて、すごい中身が濃い部分が合ってるんだけど、やっぱり日が当たってない車種ってまだまだいっぱいあると思うんで、ぜひね紹介していければ、ね、調べたらあんまり出てこないような車両もしっかりフォーカスしてお届けしたいと思います、はい、そしてオンライン商談、はい、その後いかがですか。そうですね、オンライン商談は、まあ、数はちょっと少ないんですけど、やっぱりオンライン商談された方のご成約率って100%、 いや 100% です。あ、本当ですか。 100% です。じゃあご好評いただいてる感じですかね。ご好評いただいてると思います。やっぱ遠方の方多いですね、はい、なかなかやっぱり写真で見てわからないところだったりだとか、うん、はい、あとコミュニケーション取りながら確認できるのは、はい、非常にいいのかなと。実際やらせていただいて、本当にまあお客様先を私たち見えてるわけじゃないんで、ちゃんと見えてるのかなってすごい不安ではあるんですけど、まあ皆さんちょっとお話しさせていただいては、こう、まあ、評価はいただいてると思います。で一応今のところ制約率 100% ですけど、うん、全然敷居は高くない。全然全然それ言っちゃうとなんかね敷居逆に上げちゃったみたいですけど、そんなことなくて好評いただいてるという意味で、はい、はい、なのでもう全然興味があるだけでも構わないので、はい、お気軽にオンライン商談もご利用ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLE53 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。